ラコダルが攻めて、ラコダルがしかし、あー、島が差し返した。わーっと。第2回、ミドル級グランプリ優勝、対馬平手クワガタ、翔波。彼の手に渡った最強の称号を狙って、新たな強敵がやってきた。第3回、ミドル級グランプリ、開幕。出場選手紹介。貝の流浪、国産オクワガタ、春玄馬。ステルスキ、パリオクワガタ、雲竜。甲虫大統領、マンディブラリス二股クワガタ、ソウノコ。原子力空母、グランディスオクワガタ、おぼろずき。第一作騎馬、対馬平手クワガタ、長波。特攻野郎、先島平手クワガタ、ガッツ。弾頭台、沖縄平手クワガタ、無惨。美獣、ラコダールツヤクワガタ、雷鳴。密林のマタドール、ラコダールツヤクワガタ、稲妻。戦闘の天才、パラワンオヒラテクワガタ、バルカン。病の一族、国産カブトムシ、カブトマル。皆さんごきげんよう。本日も実況および解説を務めさせていただきますカラリンです。よろしくお願いします。今回の展望、対馬平田2連覇、派遣選手6匹、うちの選手は5匹。ほとんど対抗戦みたいな形になりますね。だから今回はね、ケインこすりすぎさん、モームシで活動していらっしゃったが、ね、派遣していただいた6匹、特にカブトマル、それから春玄馬、この2匹、オクワガタとね、国産カブトムシは、あちらの方で毎年血統を作って、強い、1回戦、第1試合、ステルスキ、パリオクワガタ、雲竜。バーサス、甲虫大統領、マンディブラリス双葉クワガタ、ソウノコ。レディーファイト。さあ始まりました、パリーオークワガタバーサスマンディブラリス双葉クワガタ。落ち着きがないんだな、マンディ。さあ攻めていくのはマンディでしょうが、下から落ち着いて攻めるのをパラワンパリー、斜めに組んだ、この斜めに組んだ、この長い顎を相手の腹に滑り込ませるのがマンディのお箱が、それを差し返して潜る、パラワンパリー顎を束ねてグイ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 押していくが、マンディも前に出て、マンディが前に出て、あ、ちょっと下がっちゃった。マンディが前に出て、落ち着きがないね。落ち着きが横に刺して、横に刺して、隙をついてぶん投げた、バーッ持ち上げて投げた。マンディすごい、斜めに刺してから隙をついたらぶん投げ、2回戦進出。ブラッディーハマーにより、マンディブラリス二股クワガタ勝利。斜めに組んで注意をしたあたりに引きつけた隙を使って上からぶん投げる。マンディ必殺フルコース。見事。一回戦、第二試合。第一作騎馬、対馬平田クワガタ。長波、バーサス原子力空母、グランディスオークワガタ、おぼろずき。レディーファイト。さあ始まりました、ファイナリスト優勝者、対馬平田クワガタが登場です。当然ドルクスですから、真っ向から組むよ。組んで4つに組んで、あ、やっぱ強いな対馬、すごいよ。4つの強さはズバ抜けてるけど、勢いがあるのはね、グランディス。グランディスが押して勝ち上げた、勝ち上げて一気にガンガン押していくんだけど、包みすぎて回り込まれた。対馬このバランス感覚がすごいんですね、この類まれなるバランス感覚で。腹を掴んで、あー、この位置ちょっと嫌ですね。大丈夫でしょうか。がっちりと掴んで、グランディスとしては抜け出して、またガン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 押し相撲に入りたいところではありますが、あー、でもかこれ、やっぱ今のね、攻防ではあるのは、やっぱ対馬のバランス感覚がズバ抜けてるっていう、ガッて組んでからねじって、で押されてるんだけど、そこの失地をさって回復して、この形に組めるわけだから、
やっぱすごいよなっていう。しかしグランチ、あ、待って、これ大丈夫か？腹の部分のつなぎ目のところに、島の嫌なとこ入れるな、これ。あ、かなり嫌だ。大丈夫でしょうか？あ、足これ大丈夫か？やばい、やばいかもしれない。あ、大丈夫か？これ。あれーっと、嫌かもですね。これ、島嫌なとこ挟むね。あ、ダメだ、これ。やばい、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 やばい。これは止めた方がいいよなぁ。まずい。あ、さ、やばい、やばい、これやばい。やばい、やばい、やばい、ストップ、ストップ、ストップ。ドクターストップにより、すしば平田クワガタ勝利。いやー、王者圧巻の勝利。いやー、四つに組んで勝ち上げて。で、グランディスもやっぱ勢いがね、こうガンガンするから、ガチってこう、向かっていくんだけど、これブレてないんだよね、対馬が。ちょっと押されてるんだけど、やっぱり軸はブレてない。これがすごいところ。対馬の。あ、ちなみにあの、グランディスの足ですが、無事でした。よかったです。本当に。早いうちにね、止めて、本当によかったね。というわけで、対馬、見事2回戦進出。1回戦、第3試合。ビジュー。ラコダールツヤクワガタ雷鳴バーサス断頭台沖縄平田クワガタ無惨レディファイト。さあ始まりました。1回戦第3試合はラコダールツヤカガタ雷鳴 VS 沖縄平田クワガタ新顔同士の対決です。さあ誘導に乗らない。ちょっと下がってしまった雷鳴。なんでだ、でかいね雷鳴。さあなんとか誘導に乗って攻めかかっていくが、とー逃げちゃった。あれ、両逃げちゃった。どうしよう。とりあえず攻めた方の雷鳴の勝ちで。ラコダールツヤクワガタの方が攻めかかっていたため、ラコダールツヤクワガタ勝利。虫バトルというのはもう大変複雑、回帰にして何もわからない。もう私には何もわからない。さっきまでやる気のあった虫が突然逃げ、その後仕切り直しても全く戦わないということもある。もう、私に何も聞かないでくれ。1回戦第4試合密林のマタドールラコダールツヤクワガタ稲妻バーサス戦闘の天才パラワン大平田クワガタバルカンレディファイト。さあ1回戦最後の試合はパラワンを平手川方 VS ラコダルツヤ川方。前回の準優勝者稲妻。パラワン早いね。あのまだこの体にツヤが出てるくらいね、パラワンちっちゃい個体なんですけど、それでも戦闘の天才たるこのうまい。これあのラコダールの顎のトサカの部分に顎を引っ掛けて押していく。すごい、これは本当に嫌な形。パラワンすごいな。さあ土俵際に追い込まれてラコダールどう出る。ガッツリ掴まれてこれ無理なんじゃないの。やばいですね。さあちょっと外れたけれど、さあパラワンの方がちょっと力を出しやすい形になった。どんどんパラワン有利の形になってくる。外れた外れた。さあサイドに回ってサイドに回ってラコダールが反撃に出たいところだが、いやーもう隙を逃さない。さらにさらに攻めていくのがパラワン。もうパラワンの形深く深く入って一気に潜り込んだ。投げた。うわーすごい。パラワンすげー。パラワンってすごいんだ。ぜー。デスシックルスラッシュによりパラワンを平手クワガタ勝利。いやね、ここでなんとか失調回復するんだけど、そこを逃さない。追撃して一気に引き剥がして、でなんとか耐えるんだけど、そこからパラワンの勢いがすごいの。ガンガン攻めてー、で、ここでね、勢いつけて、がっちり押さえて、崩して、終わり。
パラワンが戦闘の天才で呼ばれるわけですよ。2回戦第1試合、カイのルロー、国産大クワガタ春玄馬 VS 甲虫大統領、マンディブラリス双葉田クワガタ総の子、レディファイト。さあ始まりました2回戦、春玄馬大クワガタ。さあマンディの方も1回戦を突破しやる気満々、相手の顎を掴んで、あれちょっと春が大クワガタが引きまして、前に前に出ていく。しかし両者ともに若々しいというかいい動きしてますね。ただちょっと筆の誘導が多いぞ。やめてください、やめてください。仕方がない。さあつばぜり合いがあって、組んだぞ組んだ組んだが、馬力で勝ってるのは圧倒的に大クワガタ。大クワガタ勝ちだから攻めて、あーおマンディダメだ、力の差を感じ取って撤退。すごい、マンディブラリス戦意喪失により国産大クワガタ勝利。2回戦第2試合、ビジュラコダールツヤクワガタ雷鳴、バーサス特攻野郎、サキシマヒラタクワガタガッツ。レディファイト。さあ始まった、なんか復活した雷鳴と、そして先島平田川方初参戦派遣選手です。がっちり掴んだ、うまいですねこれ。あーすごい、ラコダールの首が曲がってしまっている、そして顎がいい感じに届かない。これはいい位置よ、これあるか、だいぶ厳しいぞラコダール。土俵際、しかし崩した崩した、強引にパワーで持っていく。足のパワーが強い、持ち上げだ、すごい、どんだけパワーあんだ、すげー、あ、いいかよ。うっちゃりにより、ラコダールツヤクワガタ勝利。もうね、ほぼほぼ、先島勝ってたんだけどね。ここまで土俵際粘られて、ここから返すか。爆発力、パワー。いや、恐ろしいね。逃げるくせに戦うとこんなに強いんだ。馬力がすごいね、本当に。すごかったなぁ。あー、惜しかった、さっき今も。2回戦、第3試合。秒の一族。国産カブトムシ、カブトマル。バーサス戦闘の天才、パラワン大平田クワガタバルカン。レディファイト。さあ始まりました、国産カブトムシバーサスパラワン大平田クワガタの対決。なん、あ、ジェットアッパーにより国産カブトムシ勝利。あー、なんか随分早かったですね。こうパラワンがガーンって攻めかかっていって、このカブトムシの跳ね上げをどうさばくかっていうところをね、話したかったのに。というか国産カブトムシのこのカブトマルの紹介もよそに、終わってしまった。早すぎる。ここね、下に等角入れて、バシ一回はさばくんだけど、もう一回入れて、あ、バイバーイってことで、はい。準決勝第1試合、
海の流浪。国産大クワガタ、春玄馬。バーサス。大地咲く牙。対馬平田クワガタ、勝破。レディー、ファイト。さあ、チャンピオン準決勝。だいぶ大クワガタの方が大きいですね、この感じは。さあ、体格的に下回る対馬はどう立ち回るのか。いや、この形は大クワガタの形。こっちがっちり掴まれて、しかし差し返した、差し返して、対馬の形、これは投げた、差し返した、持ち上げて、すごい、やっぱこの安定感。さあ、残したけど、どうなる、寄っていって、寄っていって、あ、ダメだ、力の差を感じ取ってしまった。いや、すごい、今のは。鬼嵐により対馬平田クワガタ勝利。いや、押し込んでいくんだけど、土俵際でガッとこう相手の懐に差し返して、そしてこの対馬平田の形、相手とこう垂直にガリンと噛み合って、この形になると対馬が強い。見事大クワガタをベリッと引き剥がして勝利ということで、あー、短いながらも攻防のある素敵な試合でしたね。名勝負すごかったな。準決勝第2試合、病の一族。国産カブトムシ、カブトマル。バーサス美獣。ラコダールツヤクワガタ、雷鳴。レディーファイト。さあ、トーナメント、もう片方のワイナリスが決まる。両者巨大、大きいね。一気に攻めていく、今までになく攻めていく雷鳴だが、あった、レッドアッパーにより国産カブトムシ勝利。またのや秒殺、早すぎね。今回は雷鳴すーげー急に繊維増してガン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 攻めていくんですけど、弾く弾くで前に入れさせない、一度跳ね飛ばして、でね、これまたすごいのがまだ全然繊維残ってる雷鳴がぐわーっともう一回押せかかっていくんだけど、これをカウンターで一回弾いてから体勢崩して、もう一回で、これでバーン。はい、というわけで決勝以外の全ての試合が終わったということで、最後に残ったのは対馬平田クワガタと国産カブトムシ。どっち、国産カブトムシの方はケインこすりすぎさんからの派遣選手で、対馬平田クワガタは我が家の、そして前回のチャンピオンということで、対抗戦という形でもチャンピオンの防衛2連覇という形でも、どちら的にもテーマ性のある決勝戦になりました。あー、でもね、順当に強かったですね。対馬平田クワガタはもうバランス感覚と、もう組んだ時の安定感、本当にバランスガッて組んだらグワッて持っていくっていう、組んだら勝ちだから、で崩されることもあるけど形作ったら勝つからっていう自分の形がある。で一方でもう国産カブトムシはもう今までの映像見てみればもうわかるでしょ、一瞬でポーンって飛ばすっていう、シンプルイズベスト。こんな2匹の決勝戦見てみたいでしょう、見てみたいよね、見てみましょう。では決勝戦どうぞ。決勝戦、1回戦、グランディスオークワガタを撃破。準決勝、国産オークワガタを撃破。第一作騎馬、対馬平田クワガタ勝破。バーサス2回戦、パラワン大平田クワガタを秒殺。準決勝、
ラコダールツヤクワガタも秒殺。秒の一族。国産カブトムシ、カブトマル。レディファイト。さあ、ついに決勝戦、秒殺の山を築いたカブトマル VS チャンピオン対決。さあ、ちょっと触りすぎ。国産カブトムシ柔らかいので対馬が殺さないかヒヤヒヤしています。どうでしょうか。さあ、顎を取ったぞ。顎を取って対馬の体を浮かせる。これで波の相手ならそのままね、ポンってすっ飛んでいくんだけれど、対馬安定感あるから、これだけでは崩れない。国産カブトは次の一手打ちたいところ、クリーンヒット狙いたいところが対馬。さばくこの跳ね上げの瞬間、さっと下がって攻撃をかわしていく。うまい。慎重に攻めていくが、勢いがあるのは国産カブトムシの方。危ない。一歩ミスすれば負ける。すいま、恐ろしい。終わった。今のは危なかったぞ。どうなる。攻めて。今のも危なかった。大丈夫か。顎を取って国産カブトムシのペース。チャンピオン崩れるか。さあ、国産カブトムシどんどん勢いを増してシュッシュいっている。攻めて。土俵際。国産カブトムシ攻めて。投げた。辻間がカウンターを決めて、優勝は対馬平田クワガタ。カウンターにより対馬平田クワガタ勝利。こんな勝ち方があるのかっていう驚きね。カブトムシがバシバシと跳ね上げて、ガンガン跳ね上げて、で踏み込んでガッて一気に攻めてて、で跳ね上げる時っていうのは力を込めて、逆に足腰そのものは緩むっていうのかな、防御の方はおろそかになるから、そのタイミングに引きずって倒す。すげえ、そんなんできんだ。第3回ミドル級グランプリ優勝、対馬平田クワガタ。はい、というわけで第3回優勝は対馬平田クワガタ、見事2連覇。すげー、すごかったですね。今回も本当に安定感のある戦いをしてくれたのがもう対馬平田で、まさに王者というか対応力がズバ抜けてる。で、もう準決勝と決勝どちらもケインさんの派遣選手で、でも大きい上にパワーあるから、そのパワフルで、で速くて上手いからガンガン押し込んでくるんですけど、勢いがあってね。なんだけどそこをこうきっちりと受け止めてガリッて差し返すから、本当にすごかった。正直勝つと思ってなかった。その派遣してもらった選手が本当に強くて、あーこれ勝てないですねってなったんだけど、対馬の底力が思った以上にあった。だから今までの選手じゃさ、その限界そこが分かってなかったわけですよ。だからすごいねっていう、いや本当に2連覇、あ本当すごいなって思います。でまあね、はい、すごかったね。カブトマルの方もさ、秒殺の山を築いて、まあ、2試合ですけども、ピョンってやって、みんなふーんってすっ飛んでっちゃうのに、でも対馬は戦える。あ、すごいなっていう。やっぱ、強いやつになるとここまでできるんだっていう驚きがありましたね。まあ、そんなわけでね、やっぱミドル級、このサイズ感で言っても、やっぱ平田って強いんだなっていうのもやっぱ一個あって。で、仮に、こう、65ミリとか、そういうサイズのクワガタで大会やるとしたら、私的にはやっぱり、離島平田。こういう対馬平田だったりとか、そういう奄美平田とか、そういう平田クワガタを個人的にはおすすめしたいですね。こういう結果を踏まえても、まあ皆さんもこういうちっちゃめの階級にも興味持っていただければと思います。それでは皆さん、次の大会、次の動画も会いましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。